上段が、チュクオックグーによる表記で、下段は、チュノムと漢字による表記である。私はベトナム語を話しますという意味。チュクオックグーは、ラテン文字を使用してベトナム語を表記する方法。アクセント符号を併用することにより、ベトナム語の六成長を表記し分ける。クオックグーとは、国語のベトナム語読みである。1651年、カトリック教会のフランス人宣教師、 アレクサンドル・ドゥ・ロードが作成したベトナム語・ラテン語・ポルトガル語辞典においてベトナム語をラテンアルファベットで表記したものを起源とする。ベトナムのフランス植民地化後公文書などで使用されるようになったことから普及し1945年のベトナム独立時にチュノムに代わりベトナム語を表記する文字として正式に採択され現在に至る。現代ベトナムでの初期法では 手書きの場合は、筆記体が主流である。祝翼具を使った書道も見られる。使用するアルファベットは、次の29文字である。解、J、W、Z は、外来語、借用語、造語でしか用いない。なお、下線をつけた、陳字は、音節末に立つことができる。死音は二字の組み合わせで音を表すものがある。外来語、借用語、造語でしか使用されない解。 J, W, Z の音を表すものがある。記号なしを含め以下の6種類をボインジの上部に復帰するアレクサンドル・ドゥ・ロードが作成したベトナム語のローマ字表記の辞書。チュクオッククーの原型となった。1938年に北紀で発行された行政文書。左にはチュクオッククーと関南文が併記され、右にはフランス語の訳と印象がある。 シュクッククルで綴られた縦書きの追練。ニアンダーマイマイ n h n に人民は永遠に人の恩を覚える。T クワックドイドイギーコンビーシー祖国は永久におじさんに属するベトナムでは公式な書き言葉として20世紀に至るまで漢文が用いられてきた。また漢字語以外のベトナム固有の語を表記するための文字で あるチュノムも13世紀に発明されて、移行徐々に発展し、知識人の間などで使用されてきたが、漢字をより複雑にしたものであり、習得が難しく統一した規範も整備されなかった。18世紀の西山町などの一時期を除き、公文書では採用されなかった。1651年に、フランス人宣教師、アレクサンドル・ドゥロードが、現在のチュク・オック・クーの原型となる。 ベトナム語のローマ字表記を発明したが、主にヨーロッパ宣教師のベトナム語習得用、カトリック教会内での布教用に使用されるのが主であり、一般のベトナム人に普及することはなかった。こうした状況に変化を生じさせたのが、19世紀後半以降のフランスによるベトナム現状の植民地化である。まず、初めに、チュクオックグーの普及が始まったのは、南木からである。 1862年のサイゴン条約によりフランスは、シバコンなど、南紀一帯を領有することとなったが、領有と同時に、当該地域でのフランス語の公用語化、補助言語としてのチュクオックグーによる、ベトナム語のローマ字表記化が図られた。1867年には、サイゴンにて、ベトナム発のチュクオックグー史である、家庭法が刊行されている。1887年に、 神仏戦争に勝利したフランスは、仏領インドシナを成立させ、県庁の帝都、潤化が所在する安南、古都、河内が所在する東京を含めたベトナム全域を植民地化、保護国化した。当該地域でもフランス当局は、フランス語とチュクオック空教育の推進を図ったが、チュクオック空教育はあくまでも補助的なものであり、 最終的なフランス語の公用語化を円滑に進めるため、ベトナム語のローマ字化を図ったに過ぎなかった。ベトナムの伝統、文化を軽視するフランスの教育政策には、反発が強く、漢文の素養を重んずる伝統的な知識人に受け入れられるところではなく、また、ローマ字表記のチュクオックグーは、万位の文字であるとの認識は、一般大衆の間でも根強かったことから、20世紀、 はじめの段階では国民文字としてベトナム人の間で認識されるまでには至らなかった。1906年にフランス当局はベトナム人植民地エリートの養成を目的としてフランス語チュクオックグー教育を柱としたフッツコシ学校を設立した。しかしチュクオックグーは初等教育の3年間のみ教授され、漢文は中等教育での選択科目に留められるなど、 フランス語を中心とした教育体制であることに変化はなかった。過去においても漢文に加えて、塾奥愚、フランス語の科目が必修となった。この時期、支配を受けるベトナム人知識人の間からも、塾奥愚を万位の文字として排斥するのではなく、むしろ需要することにより、ベトナム語の話し言葉と書き言葉を一致させて、 民族としてのアイデンティティを獲得しようとする動きも出てきた。1905年には、ハノイで初めての漢文、チュクオックグー兵器の新聞、大越新報が創刊された。さらに1907年には、ファンボイチャウラと共に、当時のベトナム独立運動の中心にいたファン中鎮により、ハノイに東京義塾が創立され、同行では漢文に加え、チュクオックグー。 フランス語が教授された。フランス当局の後ろ盾により、相督不寄りの姿勢ではあったものの、チュクオッククを使用した文芸史として、1913年にグエン・ワン・ビン主筆のインドシナ雑誌、1917年にファム・クイン主筆のナンプー雑誌が創刊された。ナンプー雑誌は、漢文とチュクオッククが併用されており、時期を経るごとに、 チュクオッククの使用比率が高まっていったことから、当時のベトナムの文字環境の推移に関する重要な研究材料となっている。このように、チュクオッククが浸透した都市部では、信仰のエリート層を中心に、チュクオッククの識字率が高まり、伝統的な漢文、チュノム識字層を少しずつ圧倒していく形になった。一方、地方では依然として、漢学教育が権威を持っており、 家居の元受験生の私塾などに子を通わせる過程も多かった。この時期には、識字率は低かったものの、塾億偶と漢文、チュノムの両方を使いこなせるトップエリート層、漢文、チュノムしか読み書きできない伝統的な知識人層や、塾億偶しか使いこなせない信仰の知識人層が、並存し、雑誌、書籍なども複数の文字により刊行されていた。 このような状況に終止符を打ったのが1945年のベトナム民主共和国の独立であり政府は識字率の向上を意図してチュクオックグーをベトナム語の公式な表記文字とすることを定めた現在のベトナムでは漢字、漢文の使用は廃されベトナム語はもっぱらチュクオックグーのみにより表記されているチュクオックグーは起源からして フランスの植民地権力に近い側の知識人に由来するため、その綴りにはフランス語中心的な視点に立ち、必ずしもベトナム語に適していないものもある。ベトナム語で同じ音素であっても、フランス語で書き分けるものやフランス人が聞いて違う音と判断したものは書き分ける。例として、音素 K はフランス語の規範にのっとりし、K、茶を使い分ける。また、 音疎難も場合によって、難や NGH と書き分けられる。また、チュクオックグーは、中国のピニーや中音寺母と違い、正式な文字として採用されたため、それまで多くの著作を表すのに使用されてきた、チュノム表記ベトナム語や漢文を破滅に追いやったという、側面もある。これも、チュクオックグーは、植民地権力が、ベトナムの儒教や仏教、そして、ベトナムの文明を、 フランス文明、キリスト教、西ヨーロッパ文明へと置き換えるための道具として利用したことに起因する。ありがとうございます。